ははいこんにちはパソケンです今回この動画では Windows 11非対応のパソコンでバージョン 23H2 に更新する手順についてご紹介していきます Windows 11の要件を満たしていない非対応のパソコンではこの Windows アップデートの画面から更新することができませんので次の手順を使って更新を行っていきますこの動画では2種類の方法を説明していきますので 一つ目でうまく更新できなかった場合は二つ目の方法を試してください。また 23H2 に更新する際に失敗の原因となる次のことに注意してください。更新前に一度再起動を行っておくこと。C ドライブの空き容量を 20GB 程度は確保すること。更新に必要ないアプリは終了しておくこと。更新に必要ないデバイスは外しておくこと。 サードパーティー製のアンチウイルスソフトを使っている場合は一時的に終了させておくこと。ノートパソコンの場合は更新最中に電源アダプターに接続しバッテリー駆動にしないこと。それでは一つ目の更新手順を説明していきます。まず 23H2 に更新するために必要な Windows 11の ISO ファイルをダウンロードします。ブラウザを起動して検索ボックスに Windows 11 ダウンロードと入力し検索,をします検索結果に Windows 11をダウンロードするが出てきますのでこちらをクリックして開きます。サイトを開いたら画面下にスクロールしていき Windows 11ディスクイメージをダウンロードするの項目にあるダウンロードを選択の文字をクリックします。そして Windows 11を選択します。選択したら画面下にあるダウンロードボタンをクリックします。次に言語の選択を行います。 一つ選択をクリックして一覧から日本語を選択します。そして画面下の確認ボタンをクリックします。これで日本語版の Windows 11をダウンロードするボタンが出てきますのでこちらをクリックします。今ダウンロードしているファイルは 6.2GB ありますのでダウンロードが完了するまでしばらく待ちます。ISO ファイルのダウンロードが終わったら Explorer を開いて ダウンロードフォルダにアクセスしますそしてこのファイルをダブルクリックしますしばらくするとこのファイルを開きますかと出るので開くのボタンをクリックしますはいをクリックしてファイルが表示されたら画面上にあるアドレスバーを見てください先頭に DVD ドライブと表示された後にこのパソコンの場合はカッコイコロンと表示されています このパソコンでは E となっていますが、お使いのパソコン環境で別のアルファベットが表示されることもありますので、必ず自分のパソコンの方を確認します。アルファベットを確認したら、次にコマンドプロンプトを開きます。検索ボックスに半角英字で CMD と入力して Enter キーを押します。コマンドプロンプトを開いたら、先ほどアドレスバーで確認したアルファベットを半角英字で入力します。その後にコロンを入力します。 アルファベットとコロンを入力したらエンターキーを押しますエンターキーを押すと次の行に今入力したアルファベットが先頭に表示されますそしてこの行に半角エイジで次のコマンドを入力しますセットアップスペーススラッシュプロダクトスペースサーバー入力したらエンターキーを押しますユーザーアカウント制御の画面が出ますのではいをクリックします また別画面で Windows サーバーのインストールが表示されます。Windows サーバーの表示になっていますが、正常なのでこのまま操作を進めていきます。まず、この画面右下にある次へをクリックします。処理が入った後に適用される通知とライセンス条項の画面になるので、右下の同意するのボタンをクリックします。次に引き継ぐ項目を選択していきます。3つの選択肢がありますが、一番上の ファイル、設定、アプリを保持するを必ず選択してください。そして右下の次へをクリックします。更新プログラムのチェックが始まるので、次の画面に切り替わるまでしばらく待ちます。そしてインストール準備完了の画面が出ますので、この画面右下にあるインストールをクリックすると、すぐに 23H2 へ更新が始まります。このまますぐに更新しても良ければ、右下のインストールボタンをクリックしてください。 クリックした後は、更新が完了するまでパソコンは触らずにしばらく待ちます。更新が完了すると、ログイン画面が出ますので、ログインを行います。パスワードやピンを入力した後に、また少しの間処理が入ります。そして処理が完了すると、デスクトップ画面が表示されて、これで Windows 11バージョン 23H2 への更新が完了となります。続いては、2つ目の更新手順を説明していきます。 二つ目の手順でも一つ目の手順と同様に Windows 11の ISO ファイルを使って更新をしていきます。なので ISO ファイルをダウンロードするところまでは省略していきます。まずダウンロードしてきた ISO ファイルを開きます。Explorer をクリックしてダウンロードフォルダをダブルクリックします。そしてダウンロードした ISO ファイルをダブルクリックします。このファイルを開きますかの画面になるので開くをクリックします。 そして開いた中にいくつかファイルがありますがこのファイルを別のフォルダにすべてコピーしていきますデスクトップ画面何もないところで右クリックしメニューから新規作成にマウスカーソルを合わせると右側に項目が出るのでフォルダをクリックして新しいフォルダを作成しますそして新しいフォルダの中にこのすべてのファイルをコピーしていきますすべてのファイルを選択した状態で画面上にあるコピーのアイコンをクリックします そしてこの新しいフォルダ内で画面上にある貼り付けアイコンをクリックして貼り付けます。貼り付けが終わったら新しいフォルダの方でしか操作しませんのでもともと開いていたコピー元の方は閉じておきます。そして新しいフォルダ内にあるソース図をダブルクリックして開きます。そしてこのフォルダ内にあるアプライザレス .dll というファイルを探してください。 アプライザー .dll という似たファイルもありますので間違えないように注意してくださいこのアプライザー less.dll ファイルを見つけたらダブルクリックしますアプリを選択してシステムファイルを開くの画面が出ますのでメモ帳をクリックし選択した状態で画面下にある一度だけをクリックしますもしアプライザー less.dll ファイルをダブルクリックしたときに項目一覧にメモ帳がない場合は メモ帳を手動で起動しておきます。スタートから右上のすべてのアプリをクリックします。そしてすべてのアプリ一覧からメモ帳をクリックします。メモ帳を開いたら、ソース図のフォルダに戻って、アプライザーレス .dll ファイルの項目を左クリック押しっぱなしのドラッグ状態でメモ帳内にマウスカーソルを移動します。そして左クリックを離します。これでアプライザーレス .dll ファイルをメモ帳で開くことができます。 このファイルを開いたらすべての文字を削除します。Ctrl キープラス A キーを押してすべて選択します。そしてバックスペースを押します。これですべての文字が削除できます。削除ができたらこのファイルを上書き保存していきます。画面上にあるファイルをクリックして保存を選択します。保存が完了したらこのメモ帳は閉じます。またソースズフォルダの画面に戻って画面左上にある 左矢印のアイコンをクリックします。これで一つ前の画面に戻るので、この中にあるセットアップのファイルをダブルクリックして実行します。ユーザーアカウント制御が出ますので、はいをクリックします。Windows 11のインストール画面が出たら、セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更の文字をクリックします。そして次の画面で2つの選択項目がありますが、今は実行しないの方を選択します。 そして右下の次へをクリックします。適用される通知とライセンス条項の画面になるので、右下の同意するをクリックします。インストール準備完了画面が出るので、ここで右下のインストールボタンをクリックすると 23H2 への更新が開始します。このまま更新を進めてもよければインストールボタンをクリックします。あとは処理が完了してログイン画面が表示されるまでしばらく待ちます。 更新が終わってログイン画面が表示されたらログインを行います。ログイン後に少し処理が入りますのでデスクトップ画面が表示されるまでしばらく待ちます。そしてデスクトップ画面が表示されれば完了となります。以上が Windows 11非対応のパソコンでバージョン 23H2 に更新する手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。